はい、こちらがノエマですね。ノエマですね。はい、こちらのヨーヨー、ノエマというヨーヨーなんですが、これですね、まずパッと見の外見紹介させていただきますと、はい、こちら幅広、なおかつリム自体も広めになっている、はい、こちらバイメタルですね、はい。まあ、昨今のストリングトリックのトレンドを抑えていると言っても過言ではないね、このサイズ感のモデルになっているんですが、実はですね、こちらなんと 3A の選手のモデルなんですね。はい、こちら 3A のソン・ジーハオ選手、はいはい、こちらの選手のモデルとなっておりまして、はい、3A の選手なのに幅広っていうね、ちょっとね、あの最近のトレンドとはまた別の、もう一つ別の柱を、持って作られているヨーヨーになっています、はい。でご本人のシグネチャーモデルって実は前作でチープスケートというものがあるんですけども、はい、そこからもさらに幅広になってます。あ、そうですね、はい。なんでこのヨーヨーをもちろんね、あの前作のチープスケートからそうだったんですが、今作もより 3A 以外にも対応できる、はいはい、1、3、5全ストリングトリック対応のタイプのバイメタルになってますね、うんうん、はい。でこれね、若干ステンレスのリムが内側のこのピンク色のボディからはみ出てるの分かりますかね。はいはいはい、だからこれによって幅方向にも重量を乗せてふらつきにくさっていうのを出していると、はい、回転力の部分だけでないところでも姿勢の安定感っていうのを出しているのがこちらのノエマになります。はい、はい、あの 3A って、あの先ほどもちらっと言いましたけど、43mm 以下ぐらいのね、スリム目の幅狭めのヨーヨーがトレンドなんですが、はい、まあ、逆を言えば、いや俺のスタイルだと幅が広いのがいいんだという方はなかなか数少ない、あのすごく優秀な選択肢になると思います。シグネチャーモデルっぽいですよね。そうですね、幅狭が主流の中、自分は幅広がいいから、うん、自分に合わせたヨーヨーを作ってもらうっていう意味では、うん、本当に選手に合わせたヨーヨーっていう感じしますね。そうですね。で結構ソン・ツーハオ選手のこのシグネチャーモデルということで、彼のフリースタイル自体がかなりスピーディーに乗せ替えを、うん、はい、あのトランジションというか、あのリマウントが多いタイプのね、はい、ものになってます。もちろん 3A というストリングトリックのね、通販のものスタイル自体が、まあ、乗せ替えというものは当然主流になるわけですけども、にしてもテンポが速い、はい、はい、非常にね、彼もまたスピーディーなスタイルの 3A を特徴としております。ぜひ彼のスタイルを見て、なるほどそう使うんだっていうところをご覧いただければと思います。ぜひよろしくお願いします、はい。普通に本当に 1A でも使いやすいヨーヨーなんでね。そうですね、はい、チェックしていただければなと思います。はい、2019年 3A 部門中国大会チャンピオン、ソン・ツーハオ選手のシグネチャーモデルでした。はい、よろしくお願いします。